ぜひ楽しんでいっていただきたいと思います。ただですね、まずですね、ペンギンたちの出席を確認していきたいと思います。成山動物園、今ね、キュウのペンギンなんですけれども、ママはね、食べに来るときと来ないときか、時があるんですね。朝と夕方、1日2回あげてるんですけれども、ちゃんとね、どの子がご飯を食べてきたかをですね、ちゃんと確認していきますので、ちょっとですね、お時間いただければと思います。すごい花、桜の花びらついてますね。はい。魚の花びらいっぱいついてるですね、青と黄色の、ね、リーブがついてる子、はい、アポロ君っていう、これが魚ではありません。はい、青のゆいさん、はい、黄色のソラさんですね、赤色は朝日さんで、黄色と緑がライムさん、黒のカズミさん、そんなもんですか。1,2,3,4,5,6、はい、あと3はね、来てないんですけど、また途中でね、出てきてくれるかもしれませんので、また来たらね、追加していきたいと思います。ではね、もう早速待っていますので、魚をあげていきたいと思います。はい、動物園であげている餌はこちら、アジになります。はい、ペンギンたちですね、最初は勢いよくですね、かなり食べていくんですけれども、途中からですね、なんかね、魚の夜好みがあったりするんですね。で、はい、ちょっと最初はものすごい勢いがあるので、お喧嘩ならないようにお水の中にも巻いていきたいと思います。はい、結構ね、泳ぎながら食べるのが好きな子と陸で食べるのが好きな子いますので、で、魚がお水の中に入っていっても、泳ぎで泳がないのって上で陸で待機してる子もいれば、すぐに泳ぎに行っちゃう子もいたりですね、いろいろな性格の子がいます。よいしょ。はい、今皆さんに見てもらってるペンギンですけれども、フンボルトペンギンという種類の、ペンギンになります。実は世界には18種類ものペンギンがいるんですね。皆さんね、ご存知でしたか。ペンギンの仲間18種類もいます。はい、このフンボルトペンギンは野生では南米のペルーとかチリ、そういったところのね、沿岸部に暮らしているペンギンになります。結構ペンギンって、ね、氷の上に住んでるね、イメージが皆さん強いかもしれないですが、まあね、世界中いろんなところに暮らしてますので、こういうね、ちょっとね、やかに集まります。ではさ、話がね、途切れましたけれども、南米のね、意外とね、比較的温暖な場所に暮らしているペンギンですので、結構ね、日本の気候でも飼いやすいペンギンになります。なので、日本の動物園水族館で一番数が多く飼われているのが、今皆さん見ていただいているフンボルトペンギンという種類になります。で、種類によっては本当に南極に暮らしているようなね、寒いところで暮らしているようなペンギンは、真夏の暑い時は日本のようなね、暑い時だと、はいはいはい、さっきまでいなかったですね、白ですね、白井湊さんと呼んでいます。はい、はい、じゃあ選ぶから、そうやってポイってするとさっきみたいに持ってかれるんですよ。何が売った、はい、お魚食べたこういうのする時に持ってかれちゃう。見てください。私たちから見るとね、ほとんど同じ味に見えるんですけども、なんかね、好き嫌いがあるんですよね。サイズ感とかそうなのかもしれないですけどね。はい、で、必ずですね、ペンギンたち、お魚食べるとき、頭から丸飲みします。こうやってお尻からあげると、必ず持ち替えて、頭からビビビッと、頑張ってるので、ね、食べていきます。はい。とりあえずだって、出遅れチームなので、今頑張ってますね。はい、青木アポロさん。はい、入らない。青野ゆいさん。なんで？そういう微妙なところはまたカラスに持ってかれるでしょう。こっちは違う。これは食べますか。はい、食べた。はい。結構ね、ペンギンですね、時期によってすごい食べる時期とそうでない時期とね、いろいろあるみたいなんですけれども、今は9話でですね、1日にだいたい5キロぐらいのアジをあげています。なので単純計算すると1日ね、700-800g ぐらいのね、アジを食べてますね。ポイしないでよね。じゃあ泳がしておきましょうか。こうやって陸上の上ではペタ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 歩いていますので、
鳥の仲間だということをね忘れられがちなんですけども、このようにねビュンと泳いでる姿を見ていただくと、ね、本当にね水の中羽ばたいているのがねよくご覧いただけるかと思います。はい、いらない、はい、お父さんいらない、いらないですか。そうそうですね、こうやってペンギンたちが食べてくれなくなってくると私の話のネタも落ちてきます。いらないですか。このですね、長山動物園みなとみらいの素敵なですね展示場なんですけれども、それぞれですね、個室がいろいろとあります。なのでカップルになると2羽で一緒のお部屋を暮らしていたり、独身で暮らしていたりいろいろあるので、ご飯が食べ終わるとそれぞれ自分の、ね、お家の方に帰っていきます。で今ですねカップルになったペンギンたちは大人になるとね卵を産むんですけれども、今長山動物園はね、数が増えすぎてしまうと、展示場の中お部屋の中いっぱいになってしまうと困るので、今はね今年はね、数を増やさないようにしていますので、一度卵を産んでもですねその後ちょっと偽物の卵に、すり替えてしまっています。で今ですねまだあのしばらく卵を抱いています。すぐに卵を取り上げてしまうとまた次また次ってね卵を産んでしまうので、ちょっとですね長期間ですね卵を抱かせて、諦めてもらうまでちょっと抱いてもらっています。なので卵を抱いている時期はオスとメスですね交代で、ご飯を食べに来るので、どっちかが食べ終わった後にですね交代をして違う子がさっきのですね、後から出てきたりということもそんなこともあったりしますので、まだ泳いでる人たちは食べるのかな。私が落ちないようにひゅいひゅい落としておきましょう。でこうやって落としておくとしばらくするとねペンギンたちより好みをしながらですけれども食べていってますので、もしお時間ある方いらっしゃいましたらね、この後ももうしばらくですねペンギンたちの動き、ご飯の時間一番活発に動きますので、楽しんでいただければと思います。ではね、お食事の方、餌の味がね、全部なくなってしまいましたので、お食事タイムはこの辺で終了にさせていただきたいと思います。長山動物園、この後4時30分まで開園しております。残り時間あと20分程度ですけれども、小さい動物園またね、ぐるっと一周することできると思いますので、どうぞこの後もあとゆっくりお楽しみください。最後までお付き合いいただきまして、どうもありがとうございました。ありがとうございます。